はい、こんにちは、茎わかめと申します。それではですね、あまりの怖さに時間が空いてしまったんですけれども、恐怖体感呪音続きをやっていきたいと思います。で、やっぱりですね、あの後いろいろ調べてみたんですけれども、最後のステージ5ステージ目が存在しまして、予想通りになんか各ステージでアイテムをなんか新聞の切り抜きとかああいうのあったじゃないですか。あれをなんか集めるとその最終ステージが出るっていうことでですね、今回は、アイテム集め編ということでやっていきたいと思います。なんで今回ちょっとダイジェストっていう形でもう撮ったらすぐ戻って反映はされるみたいなんで、ちょっと一回こっちを見てみましょうか。そうですね、これですね、これなんか一応もう撮ったやつは撮った扱いになってるんで、一回もう多分撮ったところがないのかなと。なんで、まあ、ここにありましたっていう感じでなぞりながらですね、新しいまだ撮ってない部分を撮ったら、次のステージに行ってとにかくちゃちゃっと集めたいと思います。よいしょ。まあ、腐ってもね、一回やってるステージですから、もうそんな怖くねえんじゃねえかと。さあ、やってまいりました、2周目廃工場です。暗いんだよな、いかんせんここでもドアノブ取れちゃったしさ。でもうじき操作ができるようになると。で、前回もその前回さっきも言いましたけど、1回はやってるステージなんで、もう出るところは決まってるはずなので、もうね、さすがに驚かないでしょっていうね。はい、ワンちゃんいます。で、開けると、トシオくんが、バーってやってくんだよね、確かね。ほら、もうさすがに一回やってますから。で、とりあえず鍵は、普通通り取んないとダメか。よいしょ。電池をくれ、とりあえず。はい、もうこのゲーム、この電池が全てと言っても過言ではないので。で、とりあえず鍵を手に入れないといけない。うー、相変わらず操作かな、あの光ってるやつがそうだっけ。とりあえずこいつを、うー、暗い暗いよ、何が起きてんだかわからん。あ、この距離だとまだ取れない、取れんね。はいはい、工場との鍵をゲットしました。で、1個目がここのロッカーの中にありました。ここはもうなのでないはず。ビビらないと言っておきながらビビったな。やめなさいやめなさいやめなさい、何の音なんだこれ。あー、走ってる、いたっけ1周目あんなの。え、まさか2回目とこれ要素なんか違うとかってことないよね。同じだろうとこう、鷹をくくってたんだけど、まだ、ワンコはいますね。いや、怖え。よーし、さすがにねえな。怖え、あ、犬、犬、ううここ開けると火薬が出てくるんでしたっけ？だよね。あれ？出てこないな。そっちか、ワンクッション置くのか。やめなさい、もうちょっ。なんでビビってんだよ、2回目なのに。くそ。で、一応さっき今、工場棟の鍵を使ってあそこを開けたので、今ここが工場棟と。お？光ってんな。で、暗いんだよな、本当に。本当に暗いんだよな、ここ。で、もう一個が、ん？とりあえずちょっとあそこ目指しましょう、光ってるとこ。で、もう一個が、なんかこの工場棟の机の引き出しに入ってたみたいですね。どれだ？机の、もう、はい、とりあえず電池延命しました。どこだっけ？なんかね、どれだ？
あっちにも光ってるのありますね。あそこかな。で、もう一個はあの出荷棟って、あ、多分これかな。この中に入ってんのかな。この机の引き出しが開く、あ、開きますね。これか。あれ、え、入っていない。この上も行く、真ん中も行ける。あ、行けるね。あ、手に入りましたね、新聞記事の断片。これで、あともう一個が、この先の出、うぅ、これやっぱさ、顔に見えるんだって。何もないけれども。やめえや。で、一応これで、出荷棟の鍵が手に入りまして、僕前回この出荷棟の中の机の引き出しからもゲットしてるので、多分これで3つ全部揃ったはずなので、一回戻ってみましょう。はい、回収しました。さすがになんかホーム画面に戻っちゃうと撮った扱いにならなかったみたいなんで、このままちょっとここで時間を。お、ほら、やっぱ顔だよねこれね。なんかトシオくんも顔に見えたけど、なんでちょっと、うーう、ちょなかったよね今までこんなのね。おマジさ、やめようぜ。もうちょっと動くのやめるわ今回。で、これで電池が切れて、死んだ場合、どうなるのかを、試したいと思います。それで、ステージ離れて、取った扱いになってんのか、どうなのか。さあ。あれ？切れないな。あ、切れた。さあ、どうなるんですかね、こんで。死んでステージを離れた場合、取った扱いになるのか、なんないのか。さあ。ゲームオーバーです。さあ、じゃあちょっと見てみましょう。この取った扱いにはなってんのかな。あ、なってますね。一つになった。じゃあアイテムを全部取り終えたら死んでも大丈夫だな。なんかタイトル画面に、この画面に戻ってこれないんで、そういう風にやって最後までやらずに時短で行くしかないな。オッケー、じゃあ次病院行きますか。まあ行きたくないけど、はいはい。というわけでですね、今度は病院、うう、病院にやってまいりました。病院の佳代子はなんか比較的可愛かったんで、そんな怖がらずに行けるんじゃないかな。で、ここなんか6つもアイテムがあるみたい。ううそうだった、忘れてた、いビビった。ここなんか6つもアイテムがあるみたいで、俺前回3つだけで、なんだっけ、とりあえずこれで301が呼んでんのか。じゃあまずちょっとそっちは終わらしちゃいましょう。前回僕が取ったのが、このテーブルの下、キッズがぐる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 駆け回った時と、あと、トイレですね、キッズを追っかけてったら黒猫が座ってた個室と、あと屋上で撮った3つと。で、なんかさ、また走ってる音がすんだって。何をすると、あ、起きた起きた。とりあえずこれはもう、無視していきます。え？前こんななんかなかったでしょ、こんな驚かせ要素。ちょ、やめて。で、電池が欲しい。切れちゃうかな。で、これで305、306が呼んでる。これで305、306、そうですね。なんですけど、307にも、なんか、あるみたいで。307、ここですね。で、ここでイベントが発生すると。怖えな、ここ、前回入んなかったですもんね。初見じゃん、ここ。で、え？なんかもう、かやこさんの声が。ん？ん？テレビだな。
待って待って、これ、もうここでこれあんの？俺これ嫌なんだって。あ、でも警備のとこに比べると難しくはない、難しくはないけど長い。早く終わらして早く終わって。終わったね。ああ、え、あちょ、あ、なんか添い寝になってる、添い寝になってる。もう逆にそのまま抱きしめてやろうぜ。もうこうなったらなんかさ、押し倒したらもう、ん、え、終わり、え、参った感じ、何もねえな。え、うー、で多分このイベント、あ、なんかある。このイベントの後にここに落ちてると、よっしゃ、はあ、落書きの断片。くそー、こんなものを集めるためにまた新たな恐怖が。で次が305ですね。前回俺306の方に入ったんですけど、これ電池1本で、う、う、持つか。あの髪の毛が引っ込んだ方ですね。ここの左奥、あれ、ここの左奥の、ベッドのオーバーテーブルの上にあるということなんで、もうちょっと電池があれなんで、ちゃちゃっと取りに行きましょう。何も起きないことを祈る。うっ、にゃんこ、ここ俺も用があるんだ、開けるぜ。出たな、出たな。お、なん、閉められたよえ、ちょっと待って、ここ俺はこっちを開けたい。もう開けられないの俺。え、テレビかなんかが、おお、消えた勝手に。あー、ちょっと待って待って、ぐる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 やめて。ここもダメなの？あ、開くね。よしよし。で、あ、ありましたね。これだ。あー、ここはなんだ、簡単に手に入るところだったんだな。じゃあ、向こう行かないで、こっち最初から来てりゃよかったな。また閉められましたね、これね。さあ、とりあえずこれで2つですね。で、次が、はい。で、霊安室ですね。この髪の毛が入ってったやつを一応調べると、ガタ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 と、何が、何なんだっていう話なんですけど、で、これ花瓶が落ちたのか。で、どこだ？これか。とりあえず屋上のカーディーを、はい、手に入れて、じゃあ、霊安室を後にして、とりあえずですね、あっち行きましょうか。よいしょ、かやこイベントに向かっていきます。まあ電池はまだまだ大丈夫でしょう。ストレッチャーのとこですよね、確か。いや、怖え。これ、これじゃないな。もう一個あっちか。意外と距離あるんだな、これ。で、ここでストレッチャーが、行かせーんっていう風に来るんで、ストレッチャーをどかそうとすると、かよこさん登場ですね。なんで、とりあえず、ここは、イベントを、こなします。早く早く、助かったと思ったら開けてくると。はあ、でも可愛いんだよな、ここは。やっぱり、あ、これで終わりですね。で、前回これで、もうすぐに屋上に行ったんですけれども、なんとまさかまさか、もう一回ですね、ここを開けます。さすがにもう出てこないよね。いないよね。で、なんと、また、霊安室に向かいます。さ
さ、 あのさっき髪の毛が引っ込んでってガタガタ言っただけの何もない顔毛があったじゃないですか。どうやらですね、このかやこイベントを見た後にもう一回あそこ戻って調べるとそこにあるみたいなんですよね。いや気づくかよと。もう一回イベント終わって逃げられるようになったの、そりゃもうね、屋上の鍵持ってるし上に逃げるよって話なんですけど、さあ本当にあるか。こっから一応初見だからな、もう何があってもビビる自信がある。で、あ、で開くと、あ、はい、で落書きの断片をゲットですね。はい、というわけで戻ってまいりました。これでですね、病院の落書きの断片は全て集まって一つの形となりました。いやね、本当あんな棺桶もう一回礼拝室戻るなんて気づくかよって話なんですけど、いやー怖え。で次が団地ですね。団地と、警備員のところと、団地もそんなに少なく多くはないか。よし、じゃあ引き続き今度団地の方行ってみたいと思います。ワープします。はい、団地戻ってまいりまして、これからですね3の301に荷物を、届けに行くところです。でどうやらまず配達を終わらせないといけないと。なんでちょっと上に、あ、もうピンポンピンポンさで、めっちゃ走ってる音するし、この団地が正直一番正直ね、この団地が一番怖いんですよね。もう一回上か。ここが一番怖いんだ。ここを、センサー頑張れ。で、ここで、トシオくんがピンポンピンポン。あ、この下だっけ？鳴らしてんの。まず、この3の302ですね。ここの、段ボールの影、ここにあるらしいんですよね。あったね。1個目。日記の断片ゲットです。ここは、団地は全部で4枚あるみたいですね。で、僕は前回、最後の最後、冷蔵庫の中で撮ったので、これで残りは2つと。さあ、目的の3の301ですね。またこれ。開いちゃうんだよな。で、もう一回またここに入るという。まあ、100歩譲ってここはいいんだよな。で、ここなんかあるんだっけ？アイテムかなんか。何もないんだっけ？お、光ってるね。とりあえず、電池は欲しい。はい、予備電池ゲットです。んで、こっち行くと、かやこイベントがあるんだっけね。ここに、確か南京錠の鍵があるんで、これを取りましょう。よし。で、そうすると、かやこイベントが起きると。なんでこれ荷物がかやこなのかっていう。エスパー伊藤かよっていう、この中に入ってたのかって話ですからね。あ、来るよ来るよ。この時のかやこ怖いんだよな、なんか無駄に。この動作がさ、逃げよ逃げよ、まだまだあるのか。早く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 、よし、巻いてやった。ふう、でまたピンポン。で、いまだになんかかやこのさ、あってのが聞こえる。これ、そっか、髪の毛で覆われるんですよね。いまだになんか声が聞こえてるような気がするのは、これ相変わらず幻聴なのかな。
怖え。意外と工場でもそうでしたけど、おお、お前。やめなさい、もう。僕にママはいない。そう、工場でもそうだったんですけど、なんか前回なかったような、トシオくんカットインがあったりで、マジ、ビビらされたからな。ちょっと油断ならない。で、この3の301の配達後にですね、前回は最初に調べたんですけど、ここの郵便受け、一個この封されてないやつですね。これが、なんか、ああ、言ってるよね、やっぱね。これを一回開ける。え？荷物なりすぎじゃない？ちょっと。で、これももう一回開けるとここに入ってるっていうことですね。なんか配達前にやってもないみたいなんで、これも気づくか。ああ、まあ、とりあえずじゃあこれで、2枚目はゲットですね。はい。で、この鍵を手に入れて2の、102の、ここですね、に戻ってまいりました。よし。最後の1個はこの中にあるみたいなんですよね。まあ、まず、閉ざされてしまい、キッズにすごいピンポンピンポンまた、鳴らされます。ああ、ちょっと待って。で、どこだ？やめなさい。やめなさい。うぅ。え？くる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 、やめて。おう。センサーが。で？なんかこの蛇口を調べると、血が出るイベントがあると。で、台所、向かって、左の、ここに出てると。これが、そうですね。ああ、日記の断片。これも気づくか、こんな上に。よし、じゃあ、とりあえずこれで、すべて回収したのかな。これであとはこの部屋のイベントの後脱出して、ぐちぐちうるさい。脱出すると、冷蔵庫の中に、あると。で、計4枚ですね。なんで、これで一応すべて回収しましたので、戻ります。はい。というわけで戻ってまいりました。団地編で計4つのアイテムを集め、ここに、日記ですね。すべてで、なんか目、覗かれてるけれども。はい。これで、3ステージ目までが集まりました。というわけで次、警備員のところですね。ここで、ここも全部で4枚なんで、あと1枚だけ取ってなかったみたいなんで、もうそこまでですね、ワープして、取って、ちゃちゃっと終わらせたいと思います。それでは、参りましょう。さあ、てなわけで、オフィスですね。この音がさ、最短で、まっすぐに一直線に、戻っていきたいと思います。で、1個目、2個目が、ここのオフィス内に、ありました。1個が、ワンピースがかかってたロッカーの中と、あれ？給湯室？あ、ここだ。ここでちょっと電池は回収していきたい。そうですね。1個がそのロッカーの中、ワンピースのかかってたロッカーの中と、もう1個が、かやこ登場イベント後の、椅子のない机の上に、ありました。よいしょ。最後。髪の毛やめて。で、おそらく、ここのトイレのイベントは、こなさないで、無視していっちゃって大丈夫じゃないかなと、今回。パスワードは必要ないので、もう、その前で完結しちゃいますんで。で、三つ目がですね、ここの、マネキンがすごいいっぱいあった部屋。この中に実はっていうか、スチール棚にですね、ありまして、それで計三つと。で、残った一個がじゃあどこなのかと言いますと、この先にあったみたいですね。この人形がさ、怖いんだ。いや、なんかもうさ、ひた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 って足音がさ、振り向いてみようか。え？あ、近寄ってきてるわけではない。のか。なんか最後の一個が、本当は分かりやすいところにあったみたい。ここですね。この中に、はい、破れた家族写真あったみたいです。調べないで素通りしちゃったんですけれども。はい、というわけで、もうこれで全部揃ったっぽいので、
戻ります。はい、というわけで戻ってまいりました。これでですね、家族写真もすべて揃い、すべてのアイテムが一つの形を成しました。というわけで、ステージ選択画面に戻るとですね、出ました5つ目のステージ、呪われた我が家、これがおそらく最終ステージになるのかなと思います。はい、なのでですね、今回は一応アイテム集め編ということで、まあ、ダイジェストになりますけれども、次回ですね、この最終ステージ、おそらくかやこたちの家だと思うんですけれども、佐伯家ですかね。はい、最終ステージ進んでいきたいと思います。なので次回最終回になると思いますので、はい、また楽しみに待っていてください。それではここまでご視聴いただきましてどうもありがとうございました。また次回も見てくださいね。はい、バイバーイ。